VHS かと思っちゃうゲームの実況。ハッチマルよ。今回はこの、September 1999 を遊んでいくよ。こちらは itch.io で無料配布されているゲーム。我々はお布施にわずかばかりの寄付をさせてもらったよ。それでは早速やっていこう。このゲームは98リメイク誌によるホラーゲーム。ホラーゲームというよりは技術デモと言った方がいいかもしれない。この方はマイクラがもしプレイステーションで出ていたらというような、リメイクならぬデメイク映像を作っておられる方だよ。概要欄にチャンネルと配布サイトを載せておくので、よかったらプレイしてみてね。このゲームはこの2部屋を行き来するだけの、ウォーキングシミュレーターなんだけど、ゲームとしては全く面白くないよ。前述した通り映像を楽しむための作品って感じだな。それでもこの方の映像作品を見たことある人なら、きっと楽しめると思うよ。あの作品群の中に入れるってのは嬉しいぜ。どの映像作品もクオリティが高くて笑っちゃうんだよね。PS 時代のゲーム性や映像を忠実に再現しているよな。こちらはユニティで制作されているんだけど、遠目から見たら実写と間違えてしまうよね。VHS の表現が素晴らしいよな。操作は WASD で移動、右クリックでズーム、たったこれだけで扉を開けることはできない。おそらく時間経過でお話が進んでいくぜ。深夜3時に目が覚めたってことなのかな？ここで一旦映像が途切れて、時間が経過する。次の日の深夜1時だね。何か変わったことはないかあたりを見回してみよう。表現方法としては PTK になるんだろうか。あれが出た後、そういうゲームって増えた気がする。寝室の方ではランプが点滅しているね。なんか上の方から足音が聞こえてきたんですけど。誰かいるのかな？ここは一戸建てっぽいから上の階の住人ってこともないと思う。家族の足音なんだろうか。それにしてもこの部屋汚いな。酒瓶やトイレットペーパーが散乱しているし、この部屋の住人が荒れた生活を送っていたことがわかるね。しかし絵画が飾ってあったり、建物自体は綺麗だったりで、元はきちんとした生活を送っていたんじゃないだろうか。しかし何らかの理由で心を病んでしまったのかもしれない。再び2日ほど時間が経過。時刻は4時を回ったところ。真っ暗だけどどうしたんだろうか。なんか外に誰か来ているみたいだね。これはパトカーの回転灯なのか？誰かがノックしているけど出ることはできない。窓にバリケード、廊下には汚れ。なんかますます生活が荒れていっている気が。なんかマットレスの上にいたんですけど。あそこで光っているのはラジオか。灰皿のそばに落ちているのは薬かな？精神科で処方される薬だったりしてな。これは素敵な抱き枕ですね。なかなか立体的に仕上がっていて、抱いたら本物の人間に抱きついてるような感じがしそうだな。ブルーシートみたいな枕カバーじゃなくて、可愛い女の子が描かれているカバーに交換したらいいのにね。さらに時間は飛んで次の日の21時。ケチャップが飛び散っていましたね。なんか隣の部屋から泣き声が聞こえてきたんですが、きっとケチャップをこぼしてしまって怒られたんだろう。もしくはここはスペインで今日はトマト祭りだったのかも。部屋の中までトマトまみれにされて悲しかったんだろうね。なんかお肉があるんですけど。これは抱き枕を解体した後なのかな？しかもご丁寧に綿が飛び散らないようにビニールが敷いてあるね。腹綿ですね。わかります。きっと邪魔になって捨てようとしたんだけど、大きいから解体して捨てるつもりだったんだろうね。よく見るとチェーンソーが落ちていたな。抱き枕を捨てる時には必須のアイテムだね。もしかしたらその騒音で近所から苦情が来たのかもな。警察も大変だな。時間は一気に飛んで9月末。時刻は4時。あれ？カメラの位置が。
これで全クリですがいかがだったでしょうか。ぶっちゃけて言えば怖くはなかったな。そもそも無料で公開している技術でもみたいなもんだし、ビデオ風の映像でやるホラーの可能性を見せるためのものだろうね。個人的にはこれできちんとしたゲームを作ってもらえたら、ぜひともやってみたいなって思ったぜ。この方の他の動画作品もとっても面白いので、気になった人はぜひチェックしてみてね。技術の進歩と教習を感じられるぜ。それでは今回はここまで。またね。